力の気配が近づいてきたわ。そろそろ終わりが近いみたいね。バニラお？憑依していたものと同じ力を感じるわ。なるほど、降臨島の身長はこいつの仕業みたいね。ごめん、何を言ってるのか全然わからないわ。ま、分かったところで私のやるべきことは変わらないけどね。もしかして、悟空なの？ダメ、心が読めない。この焼き付けるような赤黒いイメージは。ちょっと！何ボサッとしてんのよ！でも、この化け物の正体は、もしかしたら悟空かも。だとしても、普通の状態じゃないわ。話が通じるとは思えない。まずはあいつをギタギタのボコボコにする。話はそれからよ。そんな乱暴な。乱暴でも何でもそれしかないわ。なるほど、きっと凛之助さんの時と同じ方法が使えるはずですか。あんたが相手だと説明の手間がなくて助かるわ。わかりました。あの子を救うためにも今はあなたを信じます。さあ行くわよ。はい。心の中で心配してくれているようですが、私は問題ありません。すべてをさらけ出しなさい。you
ちょうど喉が渇いてるのね。
員。つけるような子じゃありません。ちょ、あんたね。あなたは少し黙っていてください。ね、僕。はい。あなたは一人でどこかへ出かけていたみたいですが、一体どこへ行っていたのですか？あなたの心を読むことが簡単です。ですが、できればあなた自身の口から真実を語ってほしい。いいですか？私の誕生日でしたね。悟り様をびっくりさせたくて内緒にしてたんです。内緒にしてたって意味ないでしょう。そんなの心を読まれたら一発でバレるわよ。大丈夫だよ、悟り様がおはぎに見えるよう訓練したから。悟り様のことを考えながらおはぎをいっぱい食べたんだ。そうすれば心を読まれないってオリンが教えてくれたの。それで私の顔を見るたびに、悟り様美味しそうなんて考えていたのですね。なるほど、いい作戦ね。悟りと戦うことがあったら使わせてもらおうかしら。おはぎをいっぱい食べられるだけのお金があればいいですね。な、あなたが地上へ行っていたことはわかりましたが、そこで何があったのです？プレゼントを探して地上を飛び回ってたら大きな塔を見つけたんです。てっぺんがキラキラ光ってて、よく見ると金色の小さな石がたくさん落ちてました。それってまさかアバリティアの奇跡のかけら？すっごく綺麗で見とれちゃった。私はそれを悟り様へのプレゼントにするつもりで一生懸命集めたんだけど、集めているうちに体がすごく熱くなって眠くなってきちゃったんです。そのまま意識を失っちゃったみたいで、後のことはよく覚えてません。
そのアバディティアの秘跡とやらの力に当てられてしまったのでしょうね。粉々になってもまだ力が残っていたなんてね、迂闊だったわ。悟り様、ごめんなさい。私たくさん迷惑をかけちゃったみたいだし、プレゼントも用意できなかった。いいえ、その気持ちだけで十分です。あなたにこんなにも思われているなんて。私は幻想郷一の幸せ者ですね。悟り様、さあ帰りましょう。おりんもあなたの帰りを待っていますよ。とりあえず異変は解決したってことでいいのかしら。いいのよね。はい、そうみたいですね。じゃあ私は帰るわ。後始末は適当によろしくね。あの白霊の巫女、この度はわざわざご足労を。ねえ、そうじゃありませんね。ありがとうございました。あなたのおかげで幻想郷は救われました。意外だわ、素直にお礼なんて言えたのね。ええ、まあ人間にしてはよくやってくれましたから。ほう、なんて恐ろしいことを考えてるんですか。冗談よ。ただの冗談。とにかくありがとうございました。後日改めてお礼に伺いますね。ええ、分かったわ。悟り様、お腹空いた。仕方のない子ね。それじゃ異変も解決したことだし、さっさと帰って宴会でも開きましょうか。なら今回は私たちが宴会を仕切りましょう。あ、気が利くじゃない。お酒もお料理も任せちゃっていいの。地底の異変を解決していただいたお礼です。ぜひおもてなしさせてください。悟り様の料理は美味しいから楽しみにしててね。よーし、今日はとことん飲むわよ。無断で神社を留守にするなと、あれほど。酒臭。まったく、あなたという人は本当にどうしようもないですね。少しは物の部のふとを見習ったらどうですか。彼女は毎日真面目に修行を行っているのですよ。バカ言ってんじゃないわよ。人生はもっと面白おかしく生きなくっちゃ。ダメだ、この酔っ払い。ほら、こんなところで寝てはいけません。風邪をひきますよ。
ちゃんと自分の部屋へ行ってから寝なさい。無理、運んで。はあ、仕方がありませんね。ほら、霊夢、部屋に着きましたよ。少し待っていてくださいね。今布団を敷きますから。これでよしっと。ありがとう。それじゃあ、私はこれで失礼しますね。ちゃんと寝巻きに着替えてから寝るんですよ。はあ、すっきりした。しかし、サプリメントを飲んでおると川屋が近くてかなわんな。少量の水でも流し込めるよう特訓をするしかないかもしれ。一人じゃ無理。お願い、着替えさせて。何を言い出すのですか。そんなことできるわけ。今、レイムの部屋から河川殿の声が聞こえたような。こんな夜更けに二人きりで何をしておるのだ。着替えさせてくれないの？いえ、それは。お願い、火星お姉ちゃん。お姉ちゃん？へへへ、行っちゃった。その、本当にいいのですか？うん、いいよ。では、失礼して。できるだけ肩の力を抜いてください。よい、しょっと。なかなか難しいですね。あっ！ほら、動かないの。だってくすぐったいんだもん。こうしていると霊夢はまるで本当の妹みたいに思えてくる。河川お姉ちゃんか。たまにはこういうのも悪くないかもしれませんね。まさか二人がこんな関係だったとは。川屋に起きたばっかりにえらいことを知ってしまったな。いや、待てよ。これは世に言うお医者さんごっこというやつではないか。なぜそんなことをしているのかという疑問は残るが、あるいはこれも一流の仙人になるために必要な儀式なのかもしれん。一流の仙人への道はかくも険しきものなのだな。昨日は雨を
外しすぎちゃったわね。宴会の席でスイカや遊戯と飲み比べをしたところまでは覚えているんだけど、その後の記憶が全くないわ。でも自室で布団に寝ているということは問題なく帰宅できたってことよね。まだ眠いわ。頭も痛いし、もうちょっとだけ寝よう。直前にぶつかると減速できずにそのまま引っ張られちゃうのよね。ちょっと何一人でブツブツ言ってんのよ。あんたのせいで私の家が大変なことになってるんだけど。え、はあ、ごめんなさい。私ったらとんだご迷惑を。誰だか知らないけど、ちゃんと責任取ってよね。私の名前はレイゼン。月の都より派遣された使者ですよ。なるほど。修理代の請求はそこにすればいいわけね。え？っていうか、前に一度、いえ、二度ぐらいあなたと会ったことがあると思うんですけど。ああ、あんたは確か永遠帝の。あ、それは違う人です。はい、綿月様に仕えている可愛いペットのレイゼンですよ。やっぱり知らないわね。すみません、綿月様に仕えている普通のペットのレイゼンです。あ、思い出した。月へ行くこともなくなったし、すっかり忘れていたわ。ああ、ひどい。で、あんた一体何しに来たのよ。できれば、私の貴重な休日に水を差さないでほしいんだけど。え？巫女にも休日があるんですか？ええ、今さっき決めたわ。っていうか、さっさと要件を言いなさいよ。あ、要件がまだでしたね。聞いて驚いてください。月に新しくできたテーマパークにレイムさんを招待しに来たのですよ。テーマパーク？といってもただのテーマパークじゃありませんよ。話は前回の月面戦争の直後まで遡るのですが、お役に立てず申し訳ありませんでした。まったくです。いい加減な気持ちで訓練をするから、いざという時役に立たないのですよ。上からの圧力もありますし、今後の訓練は最低でも今までの3倍は厳しくしていきますからね。いい、そんな。何ですかその態度は。シャキッとしなさい。まあまあ、より姫、いたずらに訓練時間を増やしたところで真面目に取り組まなければ意味がないでしょ。それはそうかもしれませんが、現実問題として
玉兎たちにやる気を出させるのは困難です。質を期待できない以上、量を増やすしか。玉兎たちは厳しい訓練に嫌気がさしているのよね。それならいっそ、すごーく甘々な楽しい訓練にしてみたらどうかしら。は？なるほど。それで月に楽しく軍事訓練をするためのテーマパークができたってわけね。そうなんですよ。それは結構だけど、なんで私を招待するのよ。以前白霊神社にもその手の施設があったらしいじゃないですか。以前というか、ほんの一日だけだけどね。その話を聞いた豊姫様が、ぜひ霊夢さんに感想を聞かせてほしいと。嫌よ、めんどくさい。即答ですか。私は今いろいろと忙しいのよ。いろいろとね。え、だって今日は休日のはずじゃん。あ、もううっさいわね。これ以上私を厄介ごとに巻き込まないで。そういうのはあの二人だけで十分よ。では次はこれをやってもらいます。これは我の部屋にもあるファミリーで遊べるコンピューターではないか。ただのゲームではありませんよ。投資、念力、予知という3つの能力を駆使してクリアを目指すゲームです。おお、これはやりごたえがありそうだの。はあ、毎日毎日飽きもせずによくやるわ。大変そうですね。遠い地に足を運んでリフレッシュ休暇っていうのもありじゃないですか。関係者向けのプレオープンということで入場料も無料ですよ。ほう、そうね。ここにいてもあの二人のせいで気が休まらないし、行くだけ行ってみてもいいかな。やったー。それじゃあ用も済んだし、私は月へ戻ります。境内に月への転移装置を設置しておくので、準備ができたら遊びに来てくださいね。はいはい、わかってるって。気が向いたら行くわよ。いや、行くって言ったんですから気が向かなくてもちゃんと来てくださいよ。まあ善処するわ。やあ、盟友。あら、ニトリじゃない。こんなに朝早くからどうしたのよ。いや、もうお昼過ぎなんだけど。細かいわね。そんなのどっちでもいいじゃない。私は忙しいのよ。さっさと要件を言いなさい。例によって例のごとく、ニトフュージョンの定期メンテナンスに来たんだよ。あんたも大変ね。すぐに済むから、ちょっと待っててね。よし、メンテナンス終了。
擁護のしようがないほど今さらね。だから今さらとか言うなよ。まあ機会があったら使わせてもらうわ。なるほど、それは大変でしたね。まあ言うほど大変じゃなかったけどね。これで今度こそ異変は解決したと思うわ。ええ、そのようですね。私もあの塔を調査してみましたが、特に異常は感じられませんでした。降臨塔ってそのうち自戒するのかしら。かなり頑丈そうですし、自戒する可能性は少ないと思いますよ。あの手の建物がなくならないのってもはやお約束よね。なくなるとまずい理由でもあるのかしら。まあまあ、とりあえずは平和になったんだからいいじゃないですか。これでやっとのんびりダラダラできるわ。またそんな人間のクズみたいなことを言って。白霊の巫女たるもの、常に精進を怠ってはいけませんよ。私に平穏は訪れないのかしらね。この度は本当にありがとうございました。そんなに改まってお礼を言う必要なんてないわよ。たまたま利害が一致したってだけなんだから。せめてものお礼として、これからもあなたの力になりましょう。いつでも声をかけてくださいね。わかった。あんたの力が必要になったら遠慮なく声をかけさせてもらうわ。断っておきますが、金銭関係のトラブルではお力になれませんよ。そんなの花から期待してないわよ。そんなの花から期待してないわよ。悟りってばほんと可愛いなぁですか。いや、それはもう言葉にしてるから。いや待て、悟りってばほんと可愛いななんて言ってもいないし思ってもいないから。サービスです。きつい言葉になりすぎないようバランスをとっておきました。もうそんなサービスいらないわよ。そうですか、残念です。Thank you.
本当に設置してあるし、これは一体。おお、新しい遊具だな。間違いない。ああ、面倒なのに見つかったな。部外者が何やら設置していったようですが、あなたが許可したのですか？まあ、他の神社の分社を置いている件もそうですが、部外者に境内を好き勝手させるのはあまり感心しませんね。安請け合いをするからこういうことになるんですよ。うむ、安物買いの是入しないというやつだな。まあ、そこが霊夢のいいところでもあるんですけどね。うむ、可愛さ余って憎さ100倍というやつだな。やっぱり遠くへ行きましょう。ここにいたら私はダメになるわ。それじゃあごきげんよう。あ、ちょっと待ちなさい。おい、遊びに行くのなら我も連れて行くのだ。修行をサボろうなんてそうはいきませんよ。ここ見覚えがあるわね。見覚えも何も、過去に何回も来てるじゃないですか。どうでもいいわ。そんなことよりさっさとテーマパークとやらに案内しなさいよ。あ、そうでした。テーマパークは月の都のそばにある玉都の訓練場に併設されています。そんなに遠くないので歩いていきましょう。よし、早速行くぞ。え、突然何ですか？っていうか、あなた誰ですか？やあやあ、我こそは肩の心なるぞ。新たな希望の命を求めこの地にやってきた。あんた、新しく作ってもらった希望の面はどうしたのよ。あれはあんまりかぶりたくない。あの、レイムスさん、無断でお友達を連れてこられるのは困るのですが。いや、私が連れてきたわけじゃないんだけど。言い訳しないでください。
ご自分が何をしたのか分かっているのですか？だから知らないって言ってるでしょ。まあまあ、二人とも落ち着いて。あんたは黙ってなさいよ。怖い、この人たち怖いよ。とはいえ、このまま問答を続けても仕方がありませんね。まずは綿月様にお会いして事情を説明しましょう。処罰の話はそれからです。処罰ってガクガクブルブル。あれは恐怖の表情。まあいいわ、さっさと行きましょう。これは驚いたようですね。これが月の都が誇る最高のテーマパーク、若月バニーランドです。あら、最初はあんなに渋っていたくせに結構ノリノリじゃない。お姉様、あんたって堅物だと思ってたからちょっと意外だわ。まあ、頼姫は真面目すぎるからこのくらいでちょうどいいと思うけどね。とにかくあなたを地上の民の代表としてこの地に迎えます。思う存分楽しんでいくといいでしょう。今さら取り繕ってもねえ。顔したらダメだよ。スマイルスマイル。あら、何者です？見たところ月の民ではないようですが。それは知っているのですか、レイセン？その、知らない間に勝手についてきてしまったみたいなんです。あらあら、招かれざる客ですか。どうします、お姉様？そうね、表情が暗いな。それは何の表情？あなたはちょっと黙っていましょうね。来てしまったものは仕方がないし、霊夢と一緒に楽しんでもらったらいいんじゃないかしら。正気ですか？いいじゃないの。今日は綿月バニーランドのプレオープン日よ。楽しんでくれる人は一人でも多い方がいいじゃない。まあ、お姉様がそう言うなら。とはいえ、対面上監視は必要でしょうね。ではレイム、その子の監視はあなたに任せます。え？なんで私が？私たちはこれから席を外さねばなりませんし、レイセンでは頼りないですからね。どうしてこうなった？というわけで、レイセン、私たちは一度都へ戻ります。この子たちのエスコートをよろしくね。話が長い、疲れた。ちょっとココロさん、少しは空気を読んでくださいよ。ねえレムさん。本当にどうしてこうなるのよ。もう
こういうのはいつものことだし、考えても仕方がないわね。そうですよ。嫌なことはみんな忘れて楽しみましょう。そうね。基本はランドやマウンテンと同じなんでしょ？なら白麗流にたっぷり楽しませてもらうわ。ああ、これが喜びの表情。何ですか？そのランドやマウンテンって。それに白麗流って一体。さあ、まずは園内の屋台を片っ端から回るわよ。あとはあの大きくてふわふわのぬいぐるみも手に入れないとね。あの、ちゃんとアトラクションにも行ってくださいね。